こんにちは皆さん。ちょっと僕の顔はまあ今どうでもいいんですけど、朝景色がすごくて、ちょっとこれ今撮影してます。今日10月21日から君の名はが台湾でも公開されるので、僕も見に行こうと思うんですけど、なんかそれに合わせたかのような綺麗な景色で、びっくりしてます。あんまり太陽と雲のこういう切れ目のところが僕の家から見えることってあんま今までなくて、部屋にいたらちょっとびっくりして今撮影してます。どうですか？綺麗ですよね。こんな感じで今日10月21日台湾も君の名公開で、僕も見に行きたいと思います。それでは。